深刻な人手不足は国の形をガラリと変える意外と知らないこれからの日本経済の姿。この国では人手不足が深刻な課題となっています。企業や個人はこの状況にどう対処していくべきか？人口減少が進む中で日本経済はどの方向に向かおうとしているのかが問われています。給料上昇の背景と人手不足の現状。最近、給与が上がり始めたという現象が見られますが、その背景には深刻な人手不足があります。特に地方では、この問題が先鋭化しており、需要に依頼られる人材が不足しています。また、賃金上昇はインフレの要因ともなっており、低迷してきた経済の構造そのものが変化しつつあるのです。医療、介護が経済の主役に？人口が減少し高齢化が進むにつれ、医療や介護といった分野が日本経済において重要な産業としての地位を確立しつつあります。働き手が減少する一方で、高齢化によって医療や介護の需要が高まり、それに対応するための人材が求められる時代になってきているのです。政府の役割と過去の経済政策の影響。これまで政府は経済に積極的に介入し、バブル崩壊後から財政出動や日本銀行による大規模な金融緩和を実施してきました。これらの政策は慢性的なデフレを打開し、需要を刺激するためのものでした。しかし、大規模な金融緩和は日本銀行のバランスシートを膨張させ、積極的な財政出動は政府債務を拡大させるという副作用も生んでいます。現在進行している円安もこうした過去の政策の影響と無縁ではありません。人口動態の変化と市場の需給バランスの転換。本当の日本経済で述べられているように、これまでの政策介入による効果は評価が分かれる部分もありますが、今後の経済環境を形成する要因は、財政、金融政策よりも人口減少に伴う構造的な人手不足へと移行しつつあります。人口減少が進むことで、供給と需要のバランスは自然と緊張状態に入り、市場の需給がタイトになることが予測されます。今後の企業の変革と日本経済の高度化。人手不足が恒常的する時代において、企業は市場の圧力を受けて変革を迫られるでしょう。この状況は、日本経済がさらに高度化していくための推進力にもなり得るのです。すなわち、これからの日本経済は、政府や中央銀行の介入に頼らずとも、労働市場の自然な需給バランスによって経済の成長と変化が促されていくという、新しい局面に入ろうとしています。このように、日本経済は今大きな転換期を迎えています。人口動態の変化と人手不足という構造的な問題にどう対応していくかが、今後の日本社会と経済の行方を左右する重要な要素となるでしょう。これからの日本経済は人口減少という避けられない課題に直面しています。今後、日本の人口が減少し、高齢化が進む中で、国全体の経済規模が縮小し、世界経済における日本の影響力が相対的に小さくなっていく可能性があります。しかし、人口減少が必ずしも経済全体の成長や生活水準の低下に直接結びつくかどうかはまだわかりません。将来の経済の行方は様々な要因によって変わり得るのです。例えば、若年人口の減少によって、新しいアイデアや技術革新が停滞し、社会全体のイノベーションが低迷するリスクがある一方で、人手不足の圧力が日本経済の効率化や高度化を促し、生産性の向上をもたらす可能性もあります。こうした変化は、テクノロジーの進展と組み合わさることで、企業の生産プロセスをより効率的にし、少ない人手でもより多くの付加価値を生み出せる経済構造へと変わることが期待されています。とはいえ、市場メカニズムが主導する形で日本の経済構造が変わるとなると、それは簡単な道のりではありません。
賃金の上昇が企業に新たな変革を求め、適応できない企業は市場から淘汰されていく可能性があります。特に、小規模な企業や労働集約型の産業においては、賃金上昇に対応しきれずに事業継続が難しくなるケースが増えるかもしれません。また、物価の上昇や人手不足によって、消費者はこれまで安価に受けていた質の高いサービスを手放さざるを得ない場面も増えてくるでしょう。これまで当たり前だと思っていたサービスや質の高い商品が徐々に減少することで、消費者は新たな生活スタイルに適応していく必要が出てきます。労働者にとっても、この変化は決して楽ではありません。テクノロジーが急速にビジネスの現場に浸透していく中で、デジタルスキルや新しい業務知識の習得が求められるようになります。これからの日本経済では、新しいスキルを身につけることが、雇用の安定とキャリアの成長にとって欠かせないものになると考えられます。逆に、こうした変化に対応しきれない労働者は、安定した雇用の確保が難しくなるかもしれません。人口減少の中で、日本社会はこれまで経験したことのないような経済的なストレスを感じるでしょう。市場メカニズムは、経済全体の効率化と生産性向上を迫る強力な圧力をかけ続けますが、その過程で、企業や労働者、消費者など、あらゆる経済主体は今まで以上に大きな努力と変革を求められることになります。これにより多くの痛みを伴う一方で、この痛みに向き合い乗り越えていくことが、日本経済のさらなる高度化と成長の鍵となるのです。そうした中で、日本社会として市場メカニズムが引き起こす強いストレスにどう向き合っていくのかが問われています。変化に適応しようとする意欲と、困難に対する柔軟な姿勢が必要になるでしょう。これは、社会全体が主体的に選択していくべき課題です。市場の圧力をただ受け入れるだけではなく、社会全体で知恵を絞り、人口減少時代にふさわしい日本経済の在り方を模索していく必要があるのです。職場の不満と怒りの渦。現代の日本社会では、誰もが何かしらの不満や怒りを抱えていると言っても過言ではありません。特に強い被害者意識を持つ人も多く、その根底には日本がかつてほど裕福でない、貧乏国になったという現状があります。バブル崩壊以降の約30年間、日本はほとんど成長を見せず、結果として中間層の所得が大きく落ち込んでいるのです。中間層を日本の全世帯の所得分布の中央値付近に位置する層と定義すると、その所得はかつてよりかなり低くなっています。内閣府のデータによれば、1994年には所得の中央値が505万円でしたが、2019年には374万円にまで減少しました。このように、企業が十分に稼げなくなることで賃金が上がらず、消費も落ち込むという負のスパイラルが長年にわたって続いてきたのです。この負のスパイラルによる衰退は近年始まったものではなく、過去20から30年にわたって日本社会に根付いてきたものです。高度成長期の成功体験が原因で、経済、社会構造が固定化され、時代に合わせて変革できなかったことが大きな要因だと言われています。日本の構造に根付いた問題であるため、解決には時間がかかるでしょう。喪失不安と不満の拡大。さらに、2020年から始まったコロナ禍によって、休業や失業、さらには事業所の廃業や倒産といった経済的な打撃も重なり、収入が激減した人も多くいます。その影響から抜け出しつつある今、今度はウクライナ侵攻や円安が影響を及ぼし、電気代やガス代、ガソリン代、食料品などが高騰しています。こうした物価高は実質的な所得の減少をもたらし、さらなる喪失不安を引き起こしています。このような状況下で、人々が不満や怒りを抱えるのも無理はありません。怒りは心身に悪影響を与え、溜め込むほど不調につながります。
古代ローマの哲学者セネカも述べたように、怒りは他人の苦しみを喜ぶものであり、不幸を求める性質があるとされています。そのため、怒りを抱えている人ほど、他人が苦しむ姿を見たいという欲望に駆られ、他人を引きずり下ろそうとすることがあります。直接的な仕返しは恨みを買うリスクがあるため、自己保身のために、パッシブ、アグレッションという形で間接的に怒りを発散するのです。被害者意識と自己正当化の罠。自己保身のために他者に八つ当たりをしたり、不平不満を周囲にばらまいたりする人は、強い被害者意識を持っていることが多いです。彼らは、自分は長い間苦しんできたから、少々のことは許される、損ばかりしてきたから、その分を取り返してもいいというように、自分の行動を正当化する傾向があります。もちろん、このような被害者意識が根拠のあるものかは疑問が残ります。しかし、経済的に厳しい状況が続くと、今よりもさらに落ちぶれるのではないかという不安が高まり、自分は不当に割を食っていると感じやすくなるのも事実です。この被害者意識が根深い人ほど、他人に対して鬱憤を晴らさずにはいられなくなります。職場を腐らせる行動とその影響。不満や怒りを晴らす行為としては、他人に八つ当たりしたり、他人の秘密をばらしたり、陰口を言ったりといった行動が見られます。これらの行動は必ずしも自分に利益をもたらすわけではありませんが、ターゲットが困惑したり、心身に不調をきたす姿を見ることで一時的に気持ちが落ち着くため、こうした行動に走るのです。結局のところ、職場での不和を引き起こす人々は、自分の鬱憤晴らしのために他人の不幸を蜜の味と感じています。彼らはその行動によって職場全体に腐敗の波を広げ、他人に悪影響を及ぼしているのです。今年の出生数は70万を割り込む見通しですが、日本はこれからさらに人口減少、少子高齢化が加速し、2050年頃には9500万人程度まで減るとも言われていますし、中国やインドの台頭などもあり、経済的にも先細りし苦しくなることが目に見えていると思います。はっきり言ってお先真っ暗と思ってる人も少なくないと思います。昔はいわゆる重労働をしたら意外と給料は高かったから、そこで金を貯めて事業や投資、資格取得に向かう人もいた。それが結果的に社会の活力になっていたのかなと思います。今は一旦レールを外れたら低賃金労働者として生涯やり過ごすことになるのでは。それが闇バイトやオレオレ詐欺に向かう遠因になっているのかも。